北陽のお二人です。お願いします。僕実は今日北陽のお二人に、うん、ごめんなさいよ。えぇ、ー、びっくりするな。やばい、なんか笑いが取れないと思って。これあんだよ。そうなんですよ。やばい、これじゃ映らない、カットされると思って、うん、こうとっさに股を広げてしまったんですよ。どうも、海作です。さあ今日なんですけども、来ましたね。はい、北陽さんとのコラボが決まりました。来ました。いやースターやスターじゃ、間違いない、来たーやスターって。いや、ちょっとテンション上がってんのこれ。めちゃくちゃテンション上がってます。やっとですよ、久しぶりですよね。まあもうかれこれ2年ぐらい前になるんじゃないかな、跳ね飛びトークって言って、あのブランコ太郎も塚地さんとやらせていただいたんですけども、それ以来の跳ね飛びトークですよ。空きましたね、かなりね。結構空いちゃって。いや、これ実はですね、もうあのアブちゃんと一回ちょっとある現場で仕事で一緒になって、そこであのオファー出したことあるんですよ。で、いいよいいよってなって、あの出てもらう予定だったんだけども、ちょっとコロナ禍があったやんか。それでちょっと流れてたんですよ。なるほど。そう、ほいであの北陽さん2人が YouTube 始められたし、タイミング的にも今一番いいんちゃうかっていうことで、お声掛けさせていただいたら喜んでやろうということで。嬉しい。そうやんか。ちょっとね、俺ね、もうワクワクしてんのよ。どうなんですか、その番組終わってからお会いされたりはしてるんですか、そのお二人でとか。いや、だからアブちゃんと一回仕事で会ったぐらいで、その仕事で会っただけで、その喋ってもないし、そんなに。伊藤ちゃんに限っては跳ね飛び終わってから初めてじゃん。喋んの初めて。初めてなのよ。そうなんだ。どうなってんのやろ、伊藤ちゃん。変わってんのかな、やっぱ9年やで。9年か。9年っていうの、俺の知ってる伊藤ちゃんじゃないかもしれない。変わってるかもしれないですね。変わってるかもしれへんで。いや、これもうめちゃくちゃ楽しみでございます。はい。で、やっぱり僕覚えてますかね、皆さん、僕、晩酌トーク嫁さんとやったじゃないですか。それの1回目で話してたんですけども、まあ僕実は北陽さんにね、お二人に、お二人にですよ、別々で確か言われてるんですけども、かじってさと、絶対今こうやって私と話してる感じの方がいいよって言ってくれたと。はい。その時の僕は、いや何言うてんねんと、こんなもん芸人あらへんがなみたいなんで、重くそ否定してるんですけど、蓋開けたら北陽さん二人の言うことは正しかったなっていう。あれ覚えてんのかなとかさ。そうですね、ご本人が。そうそうそう、ちょっとでもだいぶあの時アブちゃん酔ってたから覚えてないかもしれない。そうなんでしょうね。ちょっとその辺とか聞きたいなと。あともちろん跳ね飛びトークもそうですし、はい、あと女芸人さんについてとかさ。あ、なるほど。ちょっともういろんな話を今日したいなと思っています。す、ね、まあ、ちなみにさっき言うときますと、概要欄見てください。あの北陽さんのチャンネル登録、今回コラボ動画なのでぜひ飛んで見てみてください。はい。じゃあチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあ行く。はい、行きましょう。行こうか。はい。 I'm your knocking door。 行く。 I'm knocking your door。 なんで LR さん出てきたんですか。こっち来たね、今ね。ドラえもん勤労によってドーンの方来ちゃいましたけども。来ましたね。どうする、もうちょっと喋ろうと。遅い。行く。長いよ、もう。じゃあ行きましょうか。というわけで本日もお願いします。北陽のお二人です。おはようございます。ちょっとごめんな、なんかさ、なんか俺ほんまちょっと泣きそうや。いやいや、わかる、私も泣きそう。何これ、懐かしいね。めっちゃ懐かしくない？今日ごめん、もう敬語やめるね。ちょっと当時の感じでいくね。なんか、やっぱカジ、カジサックなんですけど、カジだわ、こうなると。あー、違うよね。来るまではやっぱりほら、カジがさ、今すごいじゃない、カジサックとして頑張らせてもらってますわ。で、もうだからちょっと大丈夫かな、私たち敬語になるんじゃないかって言ってたんだけど、会うとやっぱまんまだね。まんまだね。ちょっとなんかね、マジでやばい、やばい。ちょっと何やろこの感じ。なんかやばいな、泣きそう。なんかな、この気持ち何なの。わからない、なんだろう。同窓会ってこういう気持ちなんかな。同窓会なのかな。同窓会もそうだし、やっぱ苦楽を共にした仲間だからさ。確かにな、こういう思いもあるのかな。やばい、本当に泣きそう。めっちゃ久々やね。いや、本当久々だね。アブちゃんはね、でも一回、私はでもテレビで見てるから一回以上会ってると思ってるけど。あ、テレビっていうのはこの YouTube をテレビで見てくれてるって。ちょっともうさ、もうごめんな、いきなりおばはんやん。おばはんなのよ、おばはんなのよ。それ YouTube で見てるから、なんかもっと合ってるような気になってたけど、1回か、1回しか合ってないか。1回ないし2回
回ぐらい解決エミチャンネルでご一緒したんだけども、その2回ぐらいで伊藤ちゃんもマジで、ねえ、変わらないね。でもね、そんな言うとかって、いやーどうだ、いややばいよね。変わらないでしょ。出産してさ、見てこれ、やっぱ10キロ太ってんだよ。いやでもそんな分からない。当時からさ、もうこんな女性に言うのもあれやけど、当時からちょっとぽっちゃりやった。もともとぽっちゃりだったからあんま変わんない。当時より声出てるね。ほんでおお、そうそうでしょ。よかった。いや私そう思う。それはね、自分でも思う。出てる。当時どうだったの。だって当時ってさ、俺もそうやし、アブちゃんも北陽さんも二人ともみんなもそうやったけども、ちょっとこう跳ね飛びでグーなってる時ってさ、いろんな壁にぶち当たったりしたやん、その時のイメージってやっぱお互い強いやん、強いよ。もちろん楽しかったですよ。楽しい時期の方が長かったけども、辛い時期もあった時のやっぱ伊藤ちゃんも悩んだ時期あったやんか。あったね。だし、あの時声ほとんど出てなかったもん、伊藤ちゃん。ほとんどってこと。ほとんどってことだよ。ほとんど出てなかった。伊藤ちゃんだけピンマイクの時あったやろ。みんなガンやのに伊藤ちゃん声出えへんから。あったの。パフォーマーだから。いや、ぐらい。でも分かるよ。暗いですからね。今ね、あったかのように言いましたよ。私がね、一回入んなかったら。そうだ、今いいですか。そうそう、ないよ、それは。これね、久しぶりに、あの、話を盛ることをオーバーっていう人に会った。久しぶり、久々に聞いたわ、オーバーって。待って、言わないで。笑ってよ。笑ってよ。そうそう、テレビ思い出して。テレビで笑ってるよ。ほんまにそういう時期あったやんか。あったあった。だからもう生きてなかったような。わかるわかる。そのもう仕事に集中しすぎててみたいなね。なんかあった。自信がない時期とかあったから。でも今の伊藤ちゃん見たらすっごい楽しそうやし、声も出てるって。いや、だからね、今のまま跳ね飛びやりたかったね、またね。わかるわかる。俺この間それ近藤さんに言うたんよ。近藤さん出てもらった時に、ちょっとまた今こう跳ね飛びやるって特番でもいいからどうですかねって俺言ったんやで。そしたら、それはないよ。あー出てる。見てる。めちゃくちゃ正論やったわ。さすがや。近藤さんすごい人やから。いや、もうすごいですよ。もう正論やったけど、でも俺まだ未だにちょっと思うけどね、やっぱりこうやって会うと余計さ、絶対今やったら楽しいやろうなって。いや、いや、まあ楽しいと思うけど、体力がもう無理。年取ったよな、お互いな。俺も40やで、もう。そうやん、だって俺もう19、20歳から一緒やから。うっそー。そうやんか。カジはずっと20代のまんま止まってるよね。あ、カジサックさんはもういいよ、もう。でカジも別にカジサックでええし。カジ笑うつあれやけど、別にカジサックもカジでもええやんか。そうですよね、ちょっと偉そうな感じになってるの。とんでもございませんよ。そう、あの時はさ、本当に声も出てないっていうのあったけど、前日の金曜日がまるまるリハーサルで。そう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 、懐かしいな。懐かしいよね。青春や、あれ。青春、青春。その後にさ、朝の7時ぐらいまで伸びることもあったじゃない。金曜日から。あった、金曜日からずっと、お昼からずっとよ、ぐろーんとね。で、その後も30分ぐらい経って本番じゃない。そうなのよ。だから声も出ないわけよ。確かに、ほとんど寝てないから。そうそうそう。でもそういう、ね、それはもう俺らが嫌々じゃなくて、そういうもんやったから。だから初めてのそういう、あの、もうずっとやりたかったセットのコントだから、やるぞっていうのはあったけど、声がね、ほんと朝さ、喉と喉がくっついちゃうっていうの。ちょっとわかんないです。喉がくっつく。だからね、家事とか音、男性は結構喉が強いなと思ったの。私は女性はちゃうんだ。そう、喉と喉がくっついちゃって。ちょっとそれがわかんない。喉と喉がくっつく。いや、毎回だから私、毎回そのコントの時に喉と喉がくっついて声が出なくて、なんか声ちっちゃいなみたいにみんな言われてたけど。あれはもう喉と喉がくっついてたね。しょうがないな。言ってくれなかった、当時言えへんかったやん。当時喉と喉がくっついてた。言ってくれんかったやん。だってもうちょっと寝てたら喉がくっつかないで声が開いてたね。喉が開いてたかもしれないなって。それはありますね。お互い若かったからできてたよね。そうだね。じゃあ今あのスケジュールでやってって言われたら絶対無理やもんね。体力がね、それができてたっていうのが本当ありがたいね。体力含め、環境含め、環境はありがたかった本当に。あのプロのスタッフさんの中でさ、やらせてもらえたっていうのは今思うとね、本当にありがたい時間だったなって思わない。今そういう番組でもなくなっちゃったやんか。今やから言えるっていうことだったりするんだけど。ジュースもさ、飲み放題だったじゃん。え？ジュースね。
何の話、居酒屋の話してる打ち上げの居酒屋の話してるほら、なんですか、やっぱゴールデン、富士のゴールデンってやっぱすごいなって改めて思って思うのは、うん、ジュースがいろんなところに、うん、分かる、あるよね、お菓子とねそうお菓子こういうさ、あるね、このサイズケータリングケータリングが、今では考えられないぐらい確かにいろんなところ、どこに行ってもあったねいろんな種類のジュースがあったあったでしょ確かにあったわあれでも今ありえないじゃないですか今はもう経費削減やからそうね、あとご飯とかもね、ご飯選べたもんね何種類もあって、ご自由にお選びくださいみたいなでシェフみたいなのが作ってくれるみたいなあったあったあったかいもん入れてくれんのよ夢のようなほんでジュースも飲み放題やからあれジュースの方が嬉しいのジュース飲み放題ってすごいありますほら忙しいさコントの人とかはちょっと飲んでそれを置いてまた次新しいの開けちゃってあー開けてるじゃんみたいなあれ無理開けてんじゃんみたいなすごいよね確かに夢の現場夢の現場やな夢の国やったからねあの時は経費削減削減になってなかったからね懐かしいんですよ本当にこんな話じゃキリがないんですけどちょっと一個いいですかえ、なんですか僕実は今日北陽のお二人にごめんなさいよ言ってえ、なにびっくりするな何がやないねんからこんなんなるなになにごめんなさいいやちょっとなになにそんなことある引きすぎやちょっとこれ覚えてますかって話やねんけどうん、うん、もうねかなり前もう跳ね飛びもちろんやってる時で、うん、ゴールデン上がるひょっとしたら前ぐらいの時期だから十何年前なんだけどうん、うん、お互い二人でご飯食べたのってまず覚えてますかもうそれを覚えてなかったら終わりよ私は覚えてる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 俺の家で覚えてる伊藤ちゃん覚えてない家家じゃないよね伊藤ちゃんはね店パステラさんえ、違うあの、別に内容は別に何でもええの、別に食べたものを当てようとしてもええご飯に一緒に行った記憶はある二人で行ったの1対1であるあるある、うん、同じことをおのおのから僕言われたことがあるんですよへえ、ね、それ何かっていうと、うん、家事は絶対今のこの家事がいいと思うよとうその普段跳ね飛びのカメラ前でやってる家事よりもうん、うん、この素のこの優しい家事がいいと思うよって言ってくれたのねそれ覚えてる覚えてるあ思ってたことは覚えてるあなるほどねそう、うん、私も一緒なんか言ったかどうか覚えてないけどそう思ってた思ってたよ思ってたっていう感情は覚えてる、うんじゃあやっぱりベロベロに酔ってたんかな多分でも思ってたよ言ってくれてんで思ってる思ってる思ってるああ分かる言えた言ったんだね言えたけどお酒でお酒で言えたんだねで俺はそこでめちゃくちゃ全否定したの何言うてんねんって言ってああでもあったかもほら思い出すその全否定してたんやけどいろいろ振り返るとねやっぱりこの今のカジサックって、うん、あの時に2人で喋った時のカジワラなんですよ嬉しいこと言うじゃんやってたじゃあ腹立つねんけど嬉しいこと言うじゃんじゃなくて立つねんけどなんか表なんとちゃうねんけどそうだから謝りたいっていうのはそういうことで北陽の2人が言ってくれたことが俺は正しかったなと思ってそういうなんかねそういうふうに言ってくれたら嬉しいわね嬉しいし、うん、絶対あの当時だったらなんか聞いてくれなかったのなんかやっぱすごいね月日とさそう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 いろんな経験を経てあの時の俺はそこはもう全く耳傾けへんかったからそれだけストイックに頑張ってたんだよね家事もねいやまあそうだけど優しいね伊藤ちゃんは相変わらずそういうことなんだけどってことねだけどだけど俺はちょっと間違ってたなっていうのはもう素直に認めるだって今が俺正解だと思ってるからそうか、確かにあの頃はさ、でも家事だけじゃなくて取り当たったごめん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 じゃあ、アブちゃん、じゃあアブちゃん喋ってるのね取り当たったなんてさ、ほぼ主婦だからさその辺の話は取り当たることあんまないからさそんなことはないあるわ運動会ぐらいいや、そんなことはない
もっといろいろあるよね、入学式とか。私もそうだよ。俺やっぱ僕よ。何を言ってるの。テレビでこれ出たらいいのに。いや本当だよ。カチコチになるから。カチコチ。カチコチキューピーね。おいでおいで。それでさ、やっぱさ、カチコチキューピーって何。ちょ、もうええねんて。気になるでしょ。こんな変に。そこはカチコチキューピーさんの話は後でええやん。そこで引っかかるんで読む。あの時は本当にみんながどうかしてた。あ、私もどうかしたし、みんなどうか、どうかっていうか、そうならざるを得なかった。ああ、ちょっとグーってなってたしね。なんないとあれは乗り越えて、あのなんか皆さんにお届けすることができなかったんではないかと。そうね、思います。私はその時もね、ほら家事も気づいてたと思うけど、どうかしてたじゃん私もね。まあまあみんなね。そうそう、どうかしてた。その時にね、覚えてるのが、キツネがついてたんだって。私、え、どういうこと、どういうこと。怖い怖い怖い、急に怖い、急に怖い、怖い怖い、いきなり怖い。誰が言うてて、どんな流れでしょ。いきなり怖い。そう、なんていうか、あのそういうなんか例の、あのみなんかそういうのが分かる、霊能者的な、そう、あの虻川さんが狐がついてる、言われて、思い返せばこの羽飛びの話をしようと思って、振り返ったら、全然思い出せないの、その羽飛びの時代のことが。なぜかって、狐がついてる。だから、あの時は自分であって自分じゃないっていうか。どうなの、狐ついてる。でも、どうかしてるでしょ、私。え、どうかしてるの。いや別にそんな。でも一回危ない時あったな。あるでしょ。収録終わってアブちゃんがセット裏行ってちょっとシクシク泣いてるとか。ほら、あれキツネ。キツネ。違うでしょ。キツネなんや。だってキツネだよ。その流れで俺あれやで、二人で喋ったんやで、覚えてるそれ。そう、なんかね、声をかけてくれたっていうのを覚えてる。そうやんか、セット裏でなんかキツネ食べられたから、いや、バーって言ったらキツネっつって、まずキツネをこう剥がして、やめたっけ。やめたっけ。まず剥がして、じゃあアブちゃん飯行こう言って、俺ん家で食うたんよ。そう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 。え、キツネ見えてたもん。見えてたよ。本当？最初ね、何がみたいな顔してたじゃない。ちょっとオーバーやったかな。ちょっとオーバーやな、オーバーだったな。いやでも、そうなんや。そうそう、そうなんだって。だからああいうさ、なんていうの、わけわかんないことをやってたりとかさ、受けようと思って足を広げたりとか。今じゃ絶対ありえないんですよ、私はね。あれやるだね、あれやるだね、あれやるだね、あれやる、あれどう、あれは狐じゃないでしょ。あれは台本でしょ。いやいや、台本じゃなくて、なんかまあ言うと、なんかね、このなんか体力勝負みたいな感じで、ほら、あの、あったじゃない、運動会、運動会、スターだらけの運動会っていうコーナーね。で、あのその時は、カズ何やってたっけ。いろいろやってた、イチローさんやったし、久本雅美さんやったりとか、雅美さんやったりとか、羽飛びメンバーにはイチローさんめっちゃウケんねん。2話なの。2話やねん。2話なの。せやねん、ツッツもめっちゃ好きやねん、俺のイチローさん。私も好き、俺も好き。めっちゃ盛り上がってたよね。全然近藤さんにはまらんかった。もうそれやめろ。全然似てねえから。だから実はスターだらけで、イチローさん俺1、2回しかやってない。そうなんか、ほとんどまちゃみさんやってた俺。あれ近藤さんに似てないよって言われたから、ちょっとやってごらんって。近藤さんの2人っきりで俺やってんねんから、いいから、こうやって。どうですかね、つって。似てねえよ。その時見てた、裏から。やってたの。懐かしいな、そのスターだらけの。それで私は倖田來未さんっていうのを、懐かしいな、オマージュしたものをやってて、結構こう際どい格好のしてて、やってたね。で、なんか回るのがうまくいかなくて、ゴール前で落ちちゃうっていう時に、やばい、なんか笑いが取れないと思って、これあんのよ。そうなんですよ、やばい、これじゃ映らない、カットされると思って、こうとっさに股を広げてしまったんですよ。あったね、あった。そしたら中にいろいろね、問題のものが出たりとか。そうや、だからさ、なんつったらいいの、ゴムも緩いパンツなのよ。だからやっぱ、そんな細かくいいです、それ。ここでやるの。そうなの。とにかく足を開いたのね。そうそう。でもそれ笑いがバン起きるわけよ、そこで。そうじゃないですか。でも今思えば絶対できない、そんなこと。ってことはあれはキツネ。いいな、何でもキツネになるよ。だって女性だよ。何でもいやいやいや、あれをさ、
死でした笑いを取りたいっていう意思で取りたいと思ったかもしれないけど違う種でも今なら取るかもしれない今やったら今ったある？いやこんな格好してておじぎわでなんか笑いが欲しいと思ったら でも今じゃ絶対やらないからもう今キツネついてないもんねついてないからだってここ広げてあんな細いものだったら何かしら大勢いらっしゃる中何かしら出るっていうのは分かるじゃないですか出てたんだ出てたんです伊藤ちゃんがすごい嫌なんじゃないですかただそんな中でこれも今日ちょっと言おうと思ってんけど一個お礼じゃないけども俺一個ポンって振り切れた時があったのねそんだけちょっとムラムラムラちょっとキツネやなこれでは多分いないと思いますキツネはいない何年か前に10年前にいなくなりましたキツネいっぱいおるやろじゃあ俺だったのはでこんなこうなんていうのうーってなってる時にアニマル浜口さんのパロディーでさこれ、ね、そう気合いだ気合いだってこのコンビだこのコンビでやらせてもらったんですよ、ね、コンビよくやらせていただいて、ねうん、であれって実は台本なんかあんまなくて、うん、もうアドリブでフリーでやるんですけど、うん、やっぱり俺あれやってから自信ついたのちょっと、やっとなんかこう楽しいことできてるっていうのがあれきっかけだったのねでもあれって成立したんって俺一人の力だけじゃなくてアブちゃんがいたからその俺も跳ねれたというかだからあのコーナーだけ長かったでしょパート2パート2パート2、ね、パート多分アブちゃんはあんまやりたくなかったと思うんだけど痛いんだよあれあの今の話の流れ聞いてたんだけどねあのねビンタされたりするんですけどねめちゃくちゃ痛いっすよ加減知らないから今までのねうっぷが全部ここにいやあれは実は俺キツネを払おうと思ったんですよ知らなかったでしょ、その時は私が狐が出るから気づいてなかった気づいてないし全然出ないの、狐がだからまた行かなあかんってそう思って、めちゃくちゃ痛かった顎に響くからね、ビンタがで、アンナも別に台本にビンタとかないからねそのいきなり行ったり俺するからあれのおかげやったの、俺実は、でも結構始まってから経ってるね経ってるよ、俺正直深夜時代はもう自信全くなかったからもうアレルギーがすごかったからみんな天才ばっかりやもん、周りそんなこと思ってたの？ずっと思ってた俺だから誰がそう思うの？いやそうそうだから現場では本当逆だよねすごい自信満々な感じでずっとカッコつけてた演技なのあれ演技って言うとあれ強がってたねいやすごかったよそんなそぶりは分からなかったねうん全然あったよ俺も俺なんて俺なんてと思ってたコントは本当にありがとうございますって俺はちょっといやこちらこそですよ家事がさみんなも引っ張ってたみたいなところあるよない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 それはないわあるよだってあの朝の体操の掛け声は家事が率先してやってくれてたからんなんか恥ずかしいそこ思ってたんとちゃうなぜか土曜日の朝早朝から声出しとあったね体操体操があったんですよあったのでなんとなくこう若いからなんでみんなはねあの体操するんだよみたいな感じでちょっと後ろ向きの部分もあったんですけど感じだけ率先して俺顔出し声出しますっつってみんなをこう引っ張ってそれぐらいしかできなかったからなのいやない要はあの絶対にチームで動いてることだから、うん、だからやんか飲みに行って俺やってたもんそういうことやったら覚えてないと思うねんけど、うん、もっと一丸となろうよとか言ってたいやすごい熱血なんだよね熱血なんですよ熱血は恥ずいってなる言い方ない他なめっちゃ熱血なんですよ分かる分かる一番ねこう熱く語る感じそういうのが俺あったから実は若い時もそれがあったのよね多分でコントで俺は活躍できてないのも分かってたしそんなことないよ誰も思ってないよそれはほんまにそうでだからそういう体操とかもみんなちゃんとやろうぜみたいなそう言ってたそうみんな分かるで嫌がってたんだから寝たいやんそうそうもう30分でもいいから寝たいやん、うん、けどこれをやることが近藤さんがよしとしてるんだったらみんなちゃんとやろうぜっつってやってたのはあるあれはね家事がいなかったらみんな、変な感じになってたよねいや違うでも今やからそう言ってくれるけど当時のみんな多分思ってたのはもうええってもう家事ええってって思ってたと思うねん多分めっちゃ元気やん若っそうだからそうそうそう体力っていう意味ではあったよね、うん、あったスタッフさんの盛り上げとかやってたよねうんいや本当に本当に引っ張ってくれてたよねそうそうそう分かる熱血だよやめろ熱血って熱血タイプ熱血って言うの熱血タイプだ
だから本当にこうやって皆さんスタッフさんを大事にして、そうだね、こういうふうにこう人気者になるっていうのは、うん、まあ今もそうやからね、変わらない、やってることは熱血や、うん、やったやった、時々そういうのが熱苦しいと思うこともあるかもしれないしろここは変わってない、ね、今のチームのこうやって安田家と思っとったりするけど、うん、もうチームでみんな動いてて、うん、多分熱血ちゃう俺、熱血です。気持ちいい、その言葉がビタッとはまりますね。熱血熱血ですよね。でもアブちゃんがさっき言ってくれた、暑、ね、苦しい時もあると思うっていうのも多分あると思うな。うん、早っ速答あると思う、だそこは変わってないのよ。最後に、はい、北洋の話をさせてくださいよ。北洋の話、もう多分羽止めの話出したらキリないから、またどっかのタイミングでさ、はい、またなんかみんなで集めたらいいね。ねえ、あったね、そんなもよくない。ね、どうみんなと会ってる？いやいや、俺全然会ってない。ツッツンとは頻繁に会ってるけど、うん、まあ、西野はもちろんそうだけども、うん、他のメンバーってほんま会ってないから、うん、来てくれる人だけでいいから、一回集合かけてみるとかね。あ、どうする？俺と北陽とツッツンだけ。何これって。おかしい、おかしい、みんな熱血切られたんだな。どうなんですか、北陽さんは、はい、今、楽しいですか？今ね、なんか幸せそうじゃないですか、やっぱご結婚もされてお子さんもね、伊藤ちゃんになって念願だったわけじゃないですか、そうだいぶ前になっちゃうけど ね、うん、子供をね、欲しいと思ってたから、ずっと羽田美の現場で聞いてたから、うん、そう、そうだね、懐かしい。あの時にさ、いや、じゃ子供欲しい欲しいって言ってたら、カジがさ、うん、子供、子作りはさ、頑張ってやるもんじゃないよ、ワインでも飲んで気を楽にするんだって言ってたの。怪しいな、怪しいこと言うな、すごい、私家事にすごいすごい言われてた。言うならスッと言ってくれ。ワインのじゃあ思い出してたら。そうだね、そうだね、そうだね。でもなんかそんな言ってたかも。言ってた、そう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 。どうなのよそれ。え、ワインで。じゃあ普段とちょっと違うシチュエーションを作った方がまた、伊藤ちゃんが当時こうなってたから、そう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 、子供子供子供ってなってたから、うん、それは、ね、それはそれでありだけども、うん、たまにはちょっと違う雰囲気で、うん、っていうのもありなんじゃないんで、そういう解釈、ね、そういう解釈が俺の中でワインが分かりやすかったんじゃないかなっていうのはあったのかもしれないんだけども、そう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 、でも幸せなんじゃないの、うん、どうなんですか今、子供が5歳とか6歳になって、うん、ようやくちょっと一段落っていうか、まあちょっと子育ての先輩に言うのもあれなんだけど、ちょっと4歳ぐらいまで結構大変だったんですよね。そりゃ大変ですよ。そう、一人目だから過保護になりすぎてて、うん、5歳になって落ち着いて、うん、2人でまた会うようになって、なるほどね。そこはだからちょっと北陽さん的には休憩タイムだったんだ、うん、休憩というかちょっと一回子育てに集中お互いしてっていう、うん、そうだね、そうところで子育てメインになってたね、そう、確かに。もう一回スイッチ入れて、うん、ちょっと北陽で頑張れへんかって今入ってる状態だ、うんうんうん、そう、入ってきた。いいじゃないですか、いいじゃないですか。そのちょっと前まではネタとかも考えようって思いながらも、うん、やっぱり頭がそっちの、うん、なんちゅうの、子育てをメインに考えてると、うんうん、だから今やっとこうなってるのが、こうなってきたかなって感じ、わかりやすい。ちょっとこうなってきたかなっていう感じ。やはしは懐かしい、この感じ。アブちゃんの笑いや。こうか、こうちょっと懐かしい。かしいわ。この先は、うん、北陽さんのチャンネル喋りましょうか。あ、そうですね、すみません。ね、あ、いろいろと。いろんな考え方で、やっぱり YouTube の作り方って変わってくると僕は思うんで、うん、その辺とかの話も多分するでしょう、そちらのチャンネルで。うん、したい、したい、したい。ね、出ていただけですか、ありがとうございます。いや、本当に。ありがとう。いやでも本当続きはね、北陽さんのチャンネルぜひご覧ください、はい、ちょっとほんまもっと喋りたかったけど時間もあれなんでね、またどっかで集まりましょう、集まろう、ぜひぜひお願いします。北陽さんの二人でした、ありがとうございました。最高やったわ、なんかね、ほんとすっ
っごい良かったっすわ。なんか不思議な気持ちやったな、ほんまに。一番最初、うん、オープニング終わった後、北陽の2人と3スリーショットになった時、うん、ほんまに泣きそうなってなんか。いやもう三方とももうなんやろうなあれ。やっぱり一緒に11年半戦ってきたから、そこの戦友になんかほんま久々に思ってグーってなったな。そうですね、やっぱ普通の芸人トークとも同期トークとも違う。確かになんかね、うん、ちょっとちゃうかった。全然変わりますねやっぱり。やっぱ改めて思ったのは北陽の2人は面白いなっていう。もうめちゃくちゃファンになりました。そして可愛い、うん、あとキツネ。あれだけはこの3点ですね。まあ、とにかく何度も言いますけども、今回コラボ動画となっておりますので、ぜひ概要欄から飛んでみてください。そしてまだね、なんか跳ね飛びメンバーで集まれる人がいればこう集まったりしたいなって改めて思いました。本当にありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。